今はすごくとても嬉しい気持ちでいっぱいです。決勝の相手はカデットの時から何回もやったことがある相手だったので、お互いに知り尽くしていると思うんですけど、勝ちたいという気持ちで勝つことができたと思います。早稲田新年大学のお疲れ様でした。お疲れ様でした。世界選手権でのウイニングランはいかがでした？やっぱり他の先輩方たちがやってるのを今まで見てきて、自分もやりたいって思ってたので、すごい最高な気分でした。今大会2日間振り返ってみていかがでした？そうですね、昨日も話したんですけど、やっぱりどうしても勝ちにこだわっちゃうとやりたいことがあまりできなかったので、でもしっかり勝つことができたのでよかったと思います。決勝戦はまあいつも通り程よい緊張で、しっかり相手の動きも見れて、自分のやることも周りの声も聞こえてたので、自分の中ではまあいい状態かなと思います。今日はフリスさんが出てくるまでは金メダルが出なかったんですけど、そのプレッシャーはありましたか？ちょっと考えてしまったんですけど、そういう時、これそういう時だからこそ自分が絶対金取るって気持ちになれたので良かったです。今回金メダルを取れた最大の要因って何だったと思いますか？絶対世界チャンピオンになるっていう思いだったと思います。これからの目標を聞かせてください。次は東京が終わってパリだと思うので、そこに向けて一歩ずつ自分が成長できたらいいなと思います。階級はどのようにいたしますか？階級はこれから考えていきたいと思います。わかりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。プレッシャーはありませんでした。ノープレッシャー。今回日本チームは若手選手でした、はい、それで新しいチームだったんですけども、なんかプレッシャーはありましたか？なかったです。ノープレッシャー。 Thank you。 ありがとうございます。